はいどうも皆さんこんばんは、マッスルと言います。今回はミッション39の完全ステルスですね、のタイムアタックにちょっと挑んでいきます。正面から行くとちょっと警備がかなり厳重なので、若干右回りしてぐるっと迂回して進んでいく。で、ここ登り切ったところ右から、車来てるんで、あの車に見つからんように、ダッシュ、この入り口までね一気にダッシュしていきます。でここから中腰でぐるっと回って、ここで一回気づかれるけど、あ気づかれんかった、ラッキー。あ気づかれるね。まあここは無視してスルーしていきます。でここでタッションしてるおっさんおるけど、そのままスルーで中から見てくるから、ここ、中腰でここからまた、ダッシュが可能。それで裏から入って、でここで、大好きロケットパンチで、このおっさんをバチコン言わして、でこのねロケットパンチは割と回復が早いんで、ちょっとここに入れといて、ゴミ箱に。まあ入れとかんでもいいっちゃいいかな。でこの捕虜を助けに行きます。でここでもうヘリ呼んどこかな。であのフルトンがワームホールなので、ここで回収してもいいんやけど、さあまあワームホールではないというのを、想定して一旦ね外まで出していきます。でここで、こいつを掘り投げて、でここで回収で、来た道とは別のところに走っていって、でここで見てくるやつがおるから、この距離でもね結構ね見つけおるんで、ちょっと慎重に。で左のところにおらんか、大丈夫やな。あとはダッシュで、ここにおるんで、ちょっと遠回りで壁沿いを走りながら、で、あとは来た道をね戻っていくという感じで、なんで滑るのここ、運動神経いいんか悪いかよう分からへんっていうね。ここにね、やっぱりクマがおるんですよね。頼む来るな、向こう行け向こう行け向こう行け、行けるか、こいつ追いかけてくるからな。大丈夫か、行けたな、 OK。 はい、ひたすらちょっとダッシュして行きました。これで何分ぐらいかな、まあ多分あそこの兵士一人ゴミ箱入れたところ、あそこ多分ね省けると思うんで、あそこ省いたらもうちょっとタイムアップにもつながるかな。これで5分30秒あもうちょっと縮まるなと。ということで、ミッション39ですね、タイムアタックに挑んでみました。はい、今回はこれで終わります。またお願いします。